レスリー・モットラムは、スコットランド出身の元サッカー審判員。イングランドのロンドンで生まれ、物心つく前に、スコットランドに移り住む。大学に通いつつ、エアドリー・ユナイテッドに3シーズン所属した後、カイリーグにおいて、セミプロレベルで10年間プレーした。大学卒業後は2年ほどエンジニアとして働いた後、教師に転じた。31歳の時に審判資格を取得し、 1988年8月に一級審判員。1991年1月には国際審判員登録され 1994FIFA、ワールドカップ、ユーロ96などで主審を務めた。1996年に J リーグの審判技術向上のため3ヶ月の契約で招かれ、日本に渡った。選手とのコミュニケーションを積極的に取り、 ファールに対しては厳格な態度を見せたジャージは高い評価を得て契約は数年ごとに延長され最終的に2001年まで J リーグにおいて審判を務めた通算で J1 リーグ147試合 J2 リーグ15試合山崎ナビスコカップ25試合において審判を務めている1998年から4年連続で優秀出身賞を受賞した 引退後は2002年から2005年まで日本サッカー協会のチーフ審判インストラクターに就任した。さらに2005年9月には起立委員会の委員に就任したがこれは同年限りで退任式帰国した。J リーグに対する貢献を評価され2005年には J リーグアウォーズ2005厚労省を受賞している。ありがとうございます。